ショータイム。すいません、すいません。伊藤編ミュージアムです。T 隊長です。そして今日は、自己紹介お願いします。自称タイプ1の丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メッセージいただきまして、うん、伝えたいことがあると。うん。仲間に、同士に。同士に。それをちょっとお聞きしたいと思っています。うん、で、ご自身がタイプ1だと。タイプ1でウィング2だなっていう。っていう感触があり、自分がとても苦しい思いをして、そこにから今立ち直ろうとしているところな感じですか？立ち直った。完全ではない途中かなって感じですけれども、去年よりはマシです。もうひどかったんですか？育ちの段階から言いますと、結構ちゃんとした厳しい親のもとに育ったので、本来はのんびりした性格だったんですけど、マイペースで、厳しく教育されてるうちに、正しければ叱られないっていう妙な刷り込みが生まれたんですよ。で、そうすると、自分が正しくあろうとすると、正しくない人批判的になって見てしまうっていう、あるあるの現象が生まれてくるんです。それってなんかタイプロックとかではなんかあるような気がしてるんですね。で、俺だけやってるじゃん。周りやってないじゃんとかはなんとなくわかるんですよ。それはでも全みんなそういう信念を持つと思うんですよね。でも、それは顕著だな。僕の人は正しいか正しくないかってうちなる批判家みたいな。あ、そうです。あ、確かに僕がやってるのに。僕がやってるのにやらない。うちの人は正しいか正しくないか。まるさんはその正しいか正しくないかな。てかまあ、ちゃんとしてるかどうかみたいな。うん、ちゃんとってことですね。ちゃんと。筋が通っているかどうかみたいな。筋が通っているかしらみたいな。この、すごい私もそんな人と接してたら息苦しいだろうなって思うし。僕の人は自分もやってなかったら別にいいわけです。いいわけです。道徳的ではないです。なんかタイプ1は結構なんか道徳的にも、うん、にも外にも。外にも。ダメなんですか。その正義感が強いっていうのは良い面も悪い面もあります。このなんか言葉が一っぽいですね。そう、今回もこの動画を撮るにあたり、うん、あ、そうですかね。ワードのドキュメントをいただきましたと、うん、そう、あのこんなことを話しますっていう、うん、っていう段取りにちょっと驚いてます。今までないですか？今までないですもん。ぶっつけ、ぶっつけ本番、うん、まあやりましょうよで始めていたので、うん、キリッとしてます。キリッと。あの、緊張してます。すいません、なんか。すいません、もうこちらこそ。今日のテンション与える気は全然ないんですけど。ここもまた面白い。あ、そう、その違いが出るのかな。タイプ1が全員そうとは思わないけども、タイプ1であるがゆえに苦しむことって結構あると思うんですよね。私もそうで。でも結局、自分の思い浮かぶ完璧さだって現実に起きないんですよ。無敵ですもんね。そう。ありえない。そう、いかに、ありえないのに、すべての状態を完璧に整えようとしちゃう。そう、怖いのが映画の見る観点が完璧かどうかってなってて、すべてにおいて完璧な映画を見るとめっちゃ気持ちいいみたいな。その照明も脚本も、このすべての設定には、ほんま完璧ってなると、すっごい気持ちいいんですよね。でも隠しましょうか、これ。いやいや、完璧じゃないみたいな今。完璧だけで、そうじゃなくて、その、完璧な映画を見ろとは一つ説明もしないけど、自分の中ですごく気持ちよかったみたいな。自分がやることにもこだわるってことですよね。ところが、本来は作られた性格なので、本来はすごい適当なのに、作っただけなので、その適当な部分が出るってことは結構あって、意思の中にその完璧じゃないところがあるっていうのは分かってるんですね。あ、なんでだ。分かってますね。てかほぼダメだねって。でもほぼダメ、しなきゃいけないって思うんですね。完璧に近づけよう。で、あ、苦しいわ。近づけようっていう意思がすごく強い。これ無理じゃん。これ無理じゃん。そう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 。はい。実家に暮らしてる時には出なかったねっていうのは、一人暮らしすると、ちゃんと掃除したいとか、綺麗に常にしておきたいっていうのがあって、でもできないので、自動掃除機買っちゃったみたいな。なんかね。めんどくさがりなので、自動掃除機使えば、
まあ、自分が手を下さなくても綺麗になるから、ちょっと気持ちいいし、ね、もう掃除機もスイッチを押すのが僕めんどくさかったですか。やばいですよ。それやばいです。結構、一番よろしくないと思ったのは、近しい人、家族とか恋人に対して、核あるべき姿を押し付けるところがあるなって気づいてて、そうじゃないことに対する不満を持ってしまうって余計なことで今思うと。人それぞれ考えがあるんだから押し付ける必要はないのに、正しさをすごく、なんか、押し付けようとしちゃってなっていうと思います。で、正論だったらみんな文句言えないところってあるじゃないですか。突っ込みのない理論を持ってくるようにしちゃうんですよ。で、それって結局コントロールなんですよね。で、プラスタイプ2の嫌なとこも出るんですよ。親切の仮面をかぶったコントロールみたいな。正論ですからね。結局、この、ダメな人を何とかしようとしちゃうところもあって、結局それも上から目線なわけですよね、今思うと。で、超依存みたいな関係になったこともあるんですね。相手がダメ人間で私はすごい尽くす。で、一見すごくいい人なんですけど、見ると、ダメな相手にしてるのに、ずっと支えたらいい。でも、ね、よく考えたら、それは私の自己肯定感って言ったら、いつまでもそういうことを見せているなって気づいたし、結局下に見てる、自分がダメだと思っているから、ダメ、自分よりダメな人を、こう、作ることで自己肯定感を得ているのか。結局、それって対等じゃないんですよ。下に見てる。で、批判的な、言動も結局は下に見て対等になってないって恐ろしさに気づいて、これは自分すごいやばいなと思った。嬉しいです。やばい人間じゃないかと。別に社会的に逸脱してるわけでもなく、友達がいないやばい人間でも何でもないのに、こうちょっと思考が恐ろしいと思って。口にも態度とかにも出る方なんですか、やりなさいみたいな。なんかやばいの近しい人、家族、恋人とかに出ちゃう。こうした方が、いらんアドバイスするんです。で、人って自分で決めないとやる気が出ないものだし、それを尊重するところなのに、尊重しているつもりでも僕はそう受け取らなかった意味がないんです。今、怒られてる感じがしてますね。いや、それなんで相手怒ってないんですよ。なんで1になってるんですか。あ、ごめんなさい。怒ってないですって。私は。わかります、すいません。こういうふうに感謝で立ってるのタイプ1かもしれないんで、説教すんなよみたいなね。すいませんって言って。そこをいかに緩めるかっていうのを去年すごい取り組んでたんで、自分の至らぬところをいかに緩めるか。性格だから仕方がないと、全否定してもしょうがないわけです。全部ダメとか思った時期はあるけど、自分を全てダメみたいな。でも結局性格っていうのはそうそう変わらないので、じゃあどう緩めようかなっていう時にエニアグラムに出会って、すごい読み込んで、あ、びっくりして、その血液型別性格判断とわけが違うところだなと思って。これを知ることで自分の取り扱いが少しだけ深めると、健全、不健全に今言ってるなって自覚するだけでも違うなって思ったんです。それまでの時の正論だったら何言ってもいいみたいなわけのわからないところがあって、いや、そんなわけないやんっていうのは後で言ってるんですけど、やっぱ正論って暴力なところがあるんですね。で、結局自分が、その、もう育ちにすごくそれは気にしているってわかっているし、で、それによって親を責めるわけではないんですけども、誰もが育ちの完璧状態完璧じゃないから、足りない部分を補おうとして性格ができているっていうのは、当たり前のことで、ね、それを社会適応しつつ、鬱陶しがられる程度に緩めたらいいやと思ってたんです。緩めなければいけないって思うのが一っぽいですね。一っぽいです。僕も頑張らなければいけない。このしない、緩めないと緩めないといけないよって。僕、あ、緩めすぎなんですから、ね。そう、緩めるぞ、ルール決めるよ、ルール決めるよって。緩めるとこも頑張るぞっていう、なんだそれあって。で、ちょっとショックだったのが、タイプ2だなっていう自覚していた時期は、強依存になってた時期があって、ダメな人にすごい尽くされた。例えば何が起きたかっていうと、なんか私、なんかその頼られちゃった時期があって、週5は電話かかってきて、1時間、2時間と向こうの悩み相談を聞いてた時期があるんですよ。2年間ぐらいね。で、それって、バウンダリー、自分の境界線つけてないわけですよ。自分の時間を決められてて、かといって相手は全然成長しないわけですよ。意思。なるほど。
で、その、パイプには、そう、尽くすことで、見返りを求めてるのが確かにあって、こう、自分の存在意義もそこで確認しちゃってるとこもあった。まあ、頼られると気持ちいいですもん。気持ちいいけど、まあ、2年間。それも、レベルによりますよね。頼られるレベル、2年間も毎日のように週5で電話かかってきて、1時間以上、相手の不満口悩みを聞くってすごくないですかって。それが発生しないのにもったいない気がします。2の人はでもそこに依存してる。あ、そっかそっか。そっかそっか。そうそうそう。だからそこに依存している。結局自分の弱さがすごく出たな。自分の自己肯定感が低いから、そういう弱いところ疲れたな。その2年間、そういう風に日々が終わった後、すごい空虚っていうか、何やってたのかなって自分をすごい考えました。でもその時は、そういうことやめようって思ったんです。で、自分は自己肯定感が低いなって気づいた。そういうことは起きたってやめようって、この2点しか思わなかった。もやもやはしてて。でも、さらに、去年の今頃、結構、衝撃な事件が起きて、そっからですよね、本気で考えたのは、その、徹底的に。自分が起きる妙なトラブルとか、変なことってなんで起きるのかなっていうのを、まあ、コロナもあって、遊びに行ったりとか、できなくなって、時間ができたから、すっごい深掘りしたんですよ。で、そこで、やったことっていうのが、ワードで送った内容なんですけど、まあ、通勤がしばらくなくて、おうちの仕事に強制的になっちゃったので、暇な時間が増えてたから、もう体動かそうと思って、毎朝1時間歩くって決めて歩くようにしました。で、そう、まず体を感じてないなってところがあって。ああ、はいはい、なるほど。考えてるから体を動かせばいいって話です。頭ばっか使ってた。ああ、はい、そうですね。そう。で、体を感じてないから、今を生きてないって気づいたんですよ。先のことや過去のことすごい考えてた。今を生きてないって。体を感じるぞってことは、例えばコロナの始まり4月の時ですけど、ちょうど春になる、朝寒いんですけど、ちょっとだけ暖かく感じる時期で、毎日毎日歩いてると、ちょっとずつ季節を感じるようになったんですよ。草花も生い茂る頃だし、花も咲き始めて、歩くたびに、意識の感覚が違うっていうのを気づいた時に、あ、今まで本当に何してたんだろうって思って、まず体を感じてなかったなって、体の凝りも分かってなかった。すごく肩凝った時じゃないと、整骨院行かなかったの。なので、まずは、体を癒そうと思ったんです。その時私、プライベートでひどいこと起きて、ズタボロで、もう眠れないぐらいズタボロで、人生初だったら眠れないぐらい悩んでて、普通眠く寝ちゃうんですけど、寝れなかった。で、まあ、まずは体を疲れさせようってとこでウォーキングを始めて、体を感じる。で、次に大事にしたのは、結構タイプ1になりがちなんですけど、感情を抑圧するところがあります。本当の感情をぐっと抑えて表面的に合わせることすごくします。とか、特に怒りを表に出したりするのははしたないみたいなところがあって、でも、そんなの今思うと変なんですけど、いや、喜怒哀楽は適度に出すべきなのに、本当の激怒を出すのはダメだみたいなのがあって、結局でもタイプ1とかタイプ9って内面に激怒を確か控えてますよね。18、9、18、はい。でも1は、なんか漏れてる感じはしますけどな。うん。漏れてる感じはな。漏れてると思う。ピリピリ。漏れてるから黙ってて。私今ピリピリしてますか？今はしないですよ。今全然大丈夫です。大丈夫ですかね。大丈夫ですか？どうもし、無言の怖いオーラたまに出してるらしくて。それはわかります、なんか。なんとなくわかるわ。なんか、ほんまに切れた時って。ギャーって言うじゃなくて、もうめちゃくちゃ無言の怖いオーラ出してたんですよ。口に入れてるって言って。で、そこでまずは自分の本当の感情を抑圧するのやめようと思った。まず感じようって。すいません、今までその感じることを。抑圧と感じようは何が違うんですか？やっぱ抑圧をすると感じることも抑圧し、感じようっていうのは、あ、怒ってるっていうことを感じるってことですか？出すわけじゃない。で、例えばね、そうそう、出さなくてもいい。その、例えば差別的な心って誰もが持ってると思うんで、社会的に言ってはいけないことってあるじゃん。持ってる。みんな持ってるはず。でも、
別に感じることは、感じることは自由なんで。でも、言っちゃダメだから感じるダメ、みたいなことを思ってる人も多いんだけど。いや、こんなこと思ってダメ。いや、思うが自由なんです。内面は自由なんです。ってことを思って、もう、私は自分に嘘つかない、感じることを許すぞ、みたいな。すごく、なんかそういう風に切り替えたってとこがあって。じゃあ、感じてるのと抑圧してるのっていうのは、意味は違うって話ですか？なんか、俺は怒ってるんだっていうのを、怒っちゃいけない、怒っちゃいけないっていうのが抑圧してるんですよ。怒っていい？怒ってるって。そう。出すわけじゃないけどね。怒ってるのを感じる。もう俺は怒ってる。決して出してはないです。出してはないです。はいはいはい。っていうのはすごくあったんですよ。でも別に感じることは自由だって、差別的なこと、思っちゃいけないことを思うが自由だよ。行動にさえしなければ。っていう境地にいたり、それを歩きながら感じたことなの。まあ、だからそう感じるってことを意識すると、なんか何でもないこと泣けちゃったりできて、もう泣けなかったみたいな、なんかね。すごい、2日間眠れなかったっていうのもすごいひどいことだったけど、普通泣いていい出来事なのに泣けなかったんですよ。普通泣くよねってとこ泣けなくて、もうすごい考え込んでて、悲しいのに、悲しいというよりは考えた。なんでこんなこと来たんだろうみたいな。いや、まず悲しみよって。20代の自分ならワンワン泣けてた事例が泣けないんですよ。泣いちゃいけないような感じなんですか？そういうわけでもない。そこはもうないんですけど、抑えてた。なんか抑えてた。大人としてみたいな感じですか？かもしれないですね。年とともに、そういう風になっていっちゃったかなって気がして、今思うと大学生の時の自分は、ひどいことがあったらワンワン泣けたんですよね。泣き切るとスッキリして、恨み事とかもないし、なんか数日経ったら明るい日常だったのに、こう檻のように溜まっていくんですよ。大人になんか抑圧すると、変な恨み事になってしまう。怖い、自分でも怖いぐらい恨み事が出てきた。怒ってる自分に、俺は良くない。で、恨みって行き過ぎると攻撃になって、攻撃ってやっぱりそのタイプ1にある批判的な部分が、こう、想像効果をわーってなして、正論ですげーやり込めるみたいな。やり込める。ことをしてしまう。あるある、みたいな。でも、正論にやり込めた友達とかには絶対しないんです。近しい人にやるんです。家族もいる。職場とかではどうなんですか？職場ではし、無ですよ、無。その、職場では自己主張しないし、言われたことやる、ちゃんとやる。で、しっかりない限りアドバイスしないし、余計なことはしないみたいな。自分のそういう面が出てしまわないようにっていう感じですか？いや、もうなんか居場所を失うのが怖いから、感じたくなる気持ちを抑えてる。その場に、こう、ちゃんと居場所がないと困りますよね、職場って。だから変な自己主張しないし、正論も出さないし、出したとしても、ちょこっとその、聞かれたら、ね。空気を読みながら、正論を出す。そうですね。空気は読みながらです。他に何かその、歩き。歩いて、あと瞑想ですね。瞑想すごく良くて、まあ、YouTube とかにも落ちてるんですけど、そういう自分に合うなって思う、こう、誘導瞑想、声が入って音楽が入ってみたいなのをして、内側に意識を向けるようにしたんです。どうしても批判っていうのは、外側に向かってるじゃないですか。はい。あいつがダメだとか、世の中がダメだとか。そう。あの状況がこうだからこうなんだとか、外にこう行くと、批判ばっかり自分は出てしまうから、まあ内側に目を向けるっていうので、朝瞑想をずっとするようにする。まあちょっと気分が違うかなっていうのと、1って、あと、うちにも批判しますよね。自分にも。すごいしますね。します。瞑想ではどう解決するんですか？それを許そう、みたいな。ああ、なるほど。ダメでもまあいいか、みたいな。とか、でも未だに定期的に自分はダメだなってよく思ってますけど、ダメなんですわ。一応ダメなんですかね。自分で言うのはいいけど、言葉にすると、不愉快ですよね。自己卑下っていうのは、自己卑下っていうのを聞いてる方はいい気はしないですね。しまった。いつもしてる。結局は、その謙虚な皮を被ってるだけで、責められないようにしてるだけなんですよ。なるほど。これですよね、正論。今、僕怒られてますと思いました。今怒られましたね、私。怒ってないですよ。怒ってない。
ここでも、その、結局、人間ってすごく乱暴な言い方すると商品みたいなもんで、商品を手にして誰が買いますかみたいな。なるほど。そうですね。確かに。まあ、ちょうどそんなような動画を上げたばっかりで、はい、あの、自分、ダメなんですっていう動画を上げたときに、何人か減ったんですね。そうだよなと思って、今、はい、おっしゃられた通り。さすが、こういうのでもいつの役に立つアドバイスですよね。そうですよね。チャンネルの参考にさせていただきます。結局、ね、本人はしんどいですけど、ヒゲするっていう。ほんまに思ってないんですけど、結局、生存戦略なんですよ。被害者ポジションにいることで責められないみたいな。自分もよく言ってる話。で、自分もまたそういうとこがありますよ。これダメだっていうことで責められないようにしてるんじゃないか。ここ、自分ここダメですいませんってこう、旗を上げて、降参したふりをして責められないようにしてるとこが自分もここあるな。もうやめて痛い。なるほど、面白い。気をつけよう、うん。やってる人気をつけなきゃですね、これは。僕ですよ、特に。ありがとうございます。ちょっと今、我が身を。でもこれですよね、一の正論。正しいことを分かりやすく。これがこう、批判に来るとグサッと来るけど。そうですね。解説はすごく分かりやすいみたいな。まあ、合理的な感じ。合理的な。僕は怒られたところで。はい。二等兵さん、攻めてないですよ。二等兵さん、攻めてないですよ。攻めてないです。だって自分もそうだもん。私もそうだもん。二等兵に行ったわけじゃないです。ああ、今は。そう。エニアグラムプロレスなんで大丈夫。全然。自分もそうだもん。二等兵に対しての言葉で。ああ、なるほど。なるほど。自分に対してっていう。それが形が違うだけなんですよ。ほんとそれですよね。はい。まあ、囚われがそこですもんね。エニアグラムの。はい。その誰もがその自分を守るための防衛戦略を持っていて、その形が違うんです。もう分かりやすい。で、なんか意外とモノでそのインナーチャイルドを癒す瞑想みたいなことが書いてあるんですけど、そうですね。結局は育ちの段階で、まあ、その自分が受け取りたくても受け取れなかったっていうのをみんな持ってると思って、それを癒すための内なる子供を癒す瞑想みたいなのがあって、でそれを取り組んだりしますね。子供の頃に何か言ってほしかったこととかを言ってもらえなくて悲しんでる子供がいるってことですか。そういうことじゃなくて子供の面があるっていうこととか。そうですね、とか そういうこともあります。その子供の時にこう未完了の感情っていうのが残ってるんです。発散する中で不満に思っていた感情っていうのが子供の時に残っていて、で、それがすごく大きかったりする人ほど歪んだりすることがあるので、大人になって平和が出たりとか。で、それが大人になったらもうなんかダメなんじゃなくて、まだ癒すことはできるって自分信じて取り組んで、で、ダメだと思っちゃってる人もいるんですけど、まだ間に合うと。自分でできるんですね、それは。そうです。聞きながら自分が過去の自分を抱きしめるイメージとかするとか、弱い自分を認めるとか。で、私はその自分がすごく弱っていて自覚があったから強くなりたいなと思って、一生懸命こう社会生活で作っていった性格がタイプ1なんですね。きっちりちゃんとしてたり、正しかったら責められないっていう妙なとらわれがあって、でそれを作っていったんですよ。だから本来子供の時の自分ってそこまでじゃなかったんですね。そのもうちょっと寛容だったな、この時の方。自分自身にも、人にも。そう、自分自身にも寛容だったし、人にももうちょい寛容だったし、正論で追い詰めないし、みたいな。で、あとはなんか自分を大事にする。あ、そうそう、自分を大事にするっていうのは、自分の私体調を無視して、誘われたら熱が出てても、薬飲んで出かけるとか、そういうことしてたんですよ。すごい無理してた。そういうことやめよう、みたいな。自分がちょっとでも乗り気にならなかったり、ちょっとでもだるいと思ったら遊びに誘いとか乗らないっていうふうにして、自分を大事にしよう。当たり前のことができてなくて、すごい外に焦ったっていうか、それを徹底するようにしました。自分中心に悪い意味じゃなく、自分を大事にすることを心がけて行動する。そこは守るべきだ、みたいな。思ってると無理する。そうですか、そうそう、約束を守るべきただ楽しむべきとか、なんか
かそのべきで苦しめられてる人が多い。自分の感情を感じることを大事にする。正論で自分をジャッジしまいがちだが、感じることは自由だ、うん、と自分に許可した、うん、だからさっきの話です。怒ってはいけない。あー、なるほど。みっともない。で、ちなみに自己肯定感は低いんですか？低い方でしたね、うん、これしちゃいけない、あれしちゃいけないが、やっぱりどうしてもあるんですかね。あると思いますね。自分を解放するのがすごい苦手で、例えば、小学生の時の思い出で、学校の夏休みのお祭りで、近所の子数名でステージに上がって歌って踊るみたいなのがあったんですけど、アイドルの真似して。はいはいはい。でも私だけ参加しなかったんですよ。そんなこと恥ずかしいことできるかみたいな。あ、でもそういうのを覚えてらっしゃるんですね。過去の、なんて言うんだ。過去の出来事、なんか傷的なものとして。傷？覚えてます。ちょっといいなと思うけど、そのいいのを超える恥ずかしさの方が強いから、みんなノリノリで練習してるんだけど、私はそれ参加しないって決めて、行かない。そんな歌って踊ってステージでありえないみたいな。自分が完全じゃないと思っていて、うん、でも完全がある。完全を目指す。目指す。うん、っていうのは大変です。で、ちょっとびっくりなのが、中学生の時に修学旅行でこうバス乗ってる時にカラオケ大会しようぜっていう決まりがあって、えー、って歌みたいな。で、私は何したかっていうと事前に練習しまくりました。で、録音して自分の声を聞くに耐えるレベルまで練習したんですよ。まあ、完璧じゃない私の歌なんて聞かせられない。なるほど。みたいな。じゃなくて笑われたら恥ずかしいのがあって、うん、下手くそと笑えたら恥ずかしい。タイプ1にとっては。録音してるとこが今もっと怖い。怖い。人が聞いても大丈夫かレベルっていうのをちゃんと録音して、自分で客観的に聞いて、みたいな。もう完璧を目指す。完璧よ。そう。で、たかが修学旅行の行き帰りで何にもプレッシャーないはずなのに、すんげえプレッシャーを感じる。正論で楽したんだと思いました。そんなカラオケ大会もおかしい。ああ、おかしいって。っていう正論。そこまでのリーダーシップはなかったです。私のリーダーシップ当時はなくて。今は自分自身でやってることは何ですか？何笑ってますか今。大丈夫ですよ。どうぞ。いやいや、行動が面白いなって思って。僕の落ち着きがあってリーダー。いや、もう僕もやらねばなるんですよ。盛り上げねば。使命、6の使命感ですか？はいはい。ありがとうございます。全然違うんですよ。すいません。ちょっとそわそわしいだから今。で、ここで今、下手なんですって言おうとしたんですけど、怒られるって。自分を下げるのはダメだって。うん、先生どうぞ。すごく素敵な言葉があって、自分を卑下することは自分に対して失礼だみたいな言葉を聞いた時にハッとしたんですよ。ああ、そうか。定期的にありますよね、見とね。あのね、やっぱ不安なのかな、うん、なんか、こいつは面白くないって言われる前に、うん、僕は面白くないですよ。知ってるもん。そんなことっていう。そんなことない。だってお二人すごい面白い。っていう戦略ですよね、多分。戦略。言われたくない。言われたくない。から言われる前に。言われる前に。俺知ってるもん、それ。うん、だから傷つかないもん。うん、でもこれを、まるちゃんは捨てた方がいいんですかね、僕は。あ、結局でもその行動に慣れちゃってるじゃないですか。そのパターンの人って。私もそうです。うん、それを変えるのってすごい難しいんですよね。うん。はい。必要があってそれをしてるわけですよ。そうですね。言われた時に。そう、傷つきたくない。はい。その戦略を成功してるからいいんじゃないかな。だから自分の中身は自分のこと好きでいた方がいいんじゃないかな。それだけなんです。戦略としては成功している。でも、それで、あの動画でチャンネル登録者数が減って、またショック受けたりするんで。はい、はい。はい、だからちょっと、この番組の時は、すげえしない方がいいかもしれない。なんか、偉そうにするっていうの言い方も違うんだ。なんか、苦手なんですよ。その自信を持つのが。で、それで、もう一個の自分をちょっと取り組んだこと、アファメーションなんですけど、自分を肯定する言葉を聞き続ける、言い続けるっていう取り組みがあって、はい、で、一時期やってました。はい。あるんですよ、はい、アファメーション。はい、朝、それを聞きながら出勤したりして、こう自分を思い込ませるみたいな。っていうのと、はい。
あ、ごめんなさい、話したいです。もう一個は、知人に言われて取り組んでいるのは、1時間に一遍自分の中で自分を褒めなさい。例えば何でもいいんですよ。内臓動いてる偉いでもいいと。うん。で、それ聞いて、なるほど、なるほどとか思って、今回数減ったんですけど、言われた夏去年のやつは、こう、タイマーして、1時間に一遍自分を褒めっていう、その、あ、今、ちゃんと鉛筆持ってる偉いで、何でもいいんですっていうことを続けましたね。僕の悩みを聞いてもらっていいですか？はい。僕の場合、アファメーションとかをするんですけど、それをやってる俺ってどうなのとかって思っちゃうんですよ。同時に。同時に。疑問に思っちゃうんだ。僕ですかね。僕かもしれない。いや、なんか、いや、みんな、大人はやってるのこれ。俺やってて、じゃあ、うん、今、じゃあ、成功してますか僕は。そこは多分、バウンダリーの問題だと思います。人は人、自分は自分っていうのができてないのかもしれない。できてないんだと思う。バウンダリーって言われてますよね。バウンダリーって何ですか？心理学用語で境界線ってことで、例えばアドラーって心理学者有名ですけど、はいはいはい、課題の分離って言い方を彼はするんですけど、ますよね。よく親が子供の問題に首突っ込んで悩んだり、あたふた動くっていうシチュエーションがある。でもそれ課題の分離ってやつ。相手の人生のやるべきことを奪ってはいけない。相手が子供で人生不明まってても、相手の人生相手のものにある。みたいな、そんな現実無理でしょ、口出すでしょと思うんですけど、それを心がける、意識するだけでも違うんだなと思う。課題の分離はすごくあって、私も、バウンダリーが緩い部分があるから、境界線がなくなって、この脅威度みたいになっちゃったわけですよ。それも気づいて、人は人、自分は自分っていうのを常に意識して訓練するのが身につかないんですよ。で、その自分は自分と思った時に、なんかしっかりしてないなって思うんですよね。あー、そうです。でも、結婚してお子さんいらっしゃいますよね。います。もうなんかそれだけでバンバンダリーじゃないですか。成功者ですよね。っていう思いもあるんですよ。お前が結婚できたんだぜっていう思いは同時にあるんですけど。武藤平さんが伴侶にしたいって思ってくれる人がいて、めちゃくちゃいいじゃないですか。あなたと人生共にしたい。その人に対して失礼なわけですよ、自己否定。はい。あなたがいいって言ってんのになんでダメ出しするのよ。